蝶ですね。よく蝶々って言いますけどね、厳密には蝶々ですね。まあそんなことはいいとして、こんな風になってます。でこれ350ですね。これ260で、これ11インチの5インチ、つまりこれここのところですね。でこれをここで使います。色をちょっと変えてます。これはここです。これはこっちですね。でここの部分、ここの部分はこれです。18センチですね。それからここです。こっちはよいしょ、これです。じゃあ行ってみたいと思いますね。まずはですね、丸い方から行きましょうかね。これ10ですね。18センチ。まあポンプで入れてもいいし、口で入れても18センチって結構膨らませるんですね。なので大変です。電動のやつだとスーッと膨らみますよね。でこういうのを使ってですね、こうかなり大きいですね。ということですね。それでこれですね、もう一個やらなきゃいけないんで、また一緒にやるとですね、こんなことしなくていいんですが、まあとりあえず仮止め、もう一個ですね。よし、なので同じようにこれぐらいかな。あ、ちょっと足んないですね。こうですね。でさっきと同じように仮止めをして、もう一つ、次は、ここの部分に行きたいと思います。こん
何いらないかな。これぐらいですね。はい、ちょうどね15センチですね。15センチ。それでこれぐらいですかね。はい、ここは7センチ。これぐらい、これですね。4センチ。ピンチツイスト。もう一つ。これがですね。見えるかな。ここの部分ですね。で、ここにもピンチツイストがあるんですけど、これ少し大きめに作ります。これぐらいですかね。はい、これがね5センチ。それでここの部分です。これはまあピンチと言ってもいいし、輪っかでも大きいですね。輪っかですね。こんな感じ。6センチくらいですね。なのでこんな感じになっております。それで、ここの部分ですね。これがどれぐらいだ。10センチ。センチはちょっと短いな。ないか。それで切って結んでおきます。で、ここ切っておきますね。これにして。さて、それでは、先にこれを作っておきましょうね。まあこれぐらいですかね。これで、7センチですね。開けないでやりましょう。こうやってですね、こう引っ張ります、ね、で、ここをピュッてやると、クッと握ってあげるとここ出てきますんで、こうやってピュッ、それで同じぐらいにします。ですね、もうちょっとですね。これぐらいですかね。そしてこの真ん中、
で、ここで結びます。よっ、こうですね。あー、ちょっとずれちゃった、ちょっとずれちゃったけど、まあいいか。それでこれをここですね、ここにはめます。それで、これをはめていきます。で、後ろからはめたわけですね。はめたら回転させる。よいしょ、これもはめますね。それで形を整えますね。ということで、蝶の完成でした。不在国会でした。またお会いしましょう。